9月29日、今日は水道がないから余裕で筋トレ来れましたわ。今日は17時に赤坂行かなきゃいけないから、ちゃんとね早めに来ましたよ。赤坂っていうことはTBS やな、メディアメディア、何のあれかはまた後日いろいろご報告いたしたいと思います。とりあえず追い込んできます。はい、今日も無事筋トレやってきましたよ。疲れた。筋トレやって赤坂行って、ちょっといろいろお仕事をして、飲んで今に至りますよ。いっぱい飲んで食ってきたから、プロテインも飲みたくないぐらいなんだけど筋トレやった当日はな、筋トレ前にもプロテイン飲んで、筋トレ後にザバス出先でコンビニで飲んで、夜の仕上げプロテインも飲まなきゃってとこあるからな。筋トレやった当日は特にね、あれも入れてる、グルタミンか。免疫力弱ってるから風邪ひかないように、プロテインを美味しく感じないお腹いっぱいだから。今日のプロテインじゃない今日の筋トレ、まあ普通にぼちぼちできました。サボらず。何か言いたかったな。赤坂も行って、筋トレもやって、何か言いたかった、なんだっけな。あれ思い出せないなんだ、筋肉増えた増えない、何の話だっけ。あれ思い出しかけた。明日ネタ作んなきゃいけない。なんだ、プロテイン飲みたくない何か忘れちゃった。思い出したら文字で入れとこうかな。そこまでして伝えたい、何か忘れちゃった。酔っ払ってるから。筋トレやってきて、バカ！ちょっとずつ重いのもやって、いやいやプロテイン飲んで、なんだっけ。本当に忘れちゃったな。筋トレやって、ゴーツ！焼肉食って酒飲んで、あ、本当に思い出したけど言う必要全然ない話だった。今日朝うんこして、普通に家でね。まあ朝飯食って、プロテイン飲んで。
まあその朝飯の前後のうんこはどっちか忘れた。飯食った後どっちでもいいよ。11時頃で筋トレやって、もう筋トレのしてる最中にもうんこしたくなったけど、一旦こらえて2時間半しか入れないから、ケチだから。お風呂も入れてね、2時間半しか入れないで、筋トレやってお風呂入って、その赤坂行くまでの、違うな、赤坂行くだけ行って、赤坂ビズタワーっていうね、いい綺麗なデパートで、デパートビルね、綺麗な、最近建てられた建物ならトイレ綺麗なイメージあって、でトイレうんこしたいと思って探したら、ちゃんと綺麗なトイレがあって、うんこして、で、いろいろ赤坂 TBS でいろいろあって、飲んで食ってしょんべんもなんだかして、家帰ってもまたいっぱいうんこ出た。うんこばっかしてる。これどういう健康状態なんだろう。どうでもいいか、わかんないけど。あともう一個、その赤坂ビズタワーで2階わざわざ行って、1階だと混んでそうな予感がして、2階とか3階とかちょっと階を変え、1階ストレートに1階行くより他の階に行った方がトイレは空いてるイメージだから。でガンガン空いてて、女子の方は行列できてたけど、いろいろあんのかな、いや知らないけど、男子は全然うんこの個室4個5個ある、すごいいいトイレで、全部空いてた。これでそこなんとなく気分で一番手前でうんこしたら、流そうとしても流れないの。一回まず自然に流れるなんかスイッチみたいなの働いてさ、ケツ上げたらで、あれ流れない、水位だけ上がった、なんだこれって、まあ軽く嫌な予感したけど、でもう一回ちゃんとケツ完全に拭いて流したら流れないで、ちょっとうんちじゃない、水が逆流というかちょっと溢れて怖って思って、でもあとは TBS 行っちゃったんだけど、これ僕悪いの？悪いという認識？誰に言っていいか分かんなくない？トイレが流れないという状況、流さないという罪は犯してない。流そうとして流れなかった、だから吸い込まなかった、水は出てくるのに。で、本当にちょっと水が出ただけ、うんちが散らばったわけじゃない。こんな言い方も変だけど、本当に、うん。水がちょっとビチビチあって降りると、こわーって思ったぐらい。で、もう一回やったらきっとどえらいことになったんだろうけど、ほっといて出てきちゃった。これは僕悪いの？よくわかんない。常識として、法律は知らんけど。うん。うんこ流れないことを誰かに言う必要あんのかな？わかんない。ビルのメンテナンスの人？わかんない。ビルの人の仕事？でな、ぶん投げてる僕、私、常識悪い、常識ないのかしら、わかんない。うんこ流れない時のデパートとかの言うね、当てがわかんなくない？だからは本当にとてもいけないこと、これ犯罪、炎上しちゃったら怖いけど、炎上しないか。うんこほっといちゃった、そんな感じ。これがずっと思い出せなかった。ペチャペチャうんこ流してね。